ようございます。おはようございます、うん、今回は春にね、浜棒の種まいたんですけど、うん、自分で取ったんじゃなくて名古屋の方の業者さんのところからねちょっと分けてもらったんですよ。そしたらね、発芽率が悪くて、うん、いっぱい撒いたのにほら、うん、去年の種だったのかもしれないね、もしかするとね。あ、たくさん撒いて、例えばこれだと1本しか出てこない。そう、ぎっちり撒いたの、うん、で出なくてバラバラなんですよ。このまんまじゃポットでも売れないので、うん、これを寄せ植え、寄せ植え、寄せ植えで豆からちょっと大きめまでっていう感じで、うん、直そうかなと思います。このまんまではね、値段のつけようがない、うん、でこれを寄せるにあたって鉢をねちょっと選んでみました。はい、うん、こんなので、これだったらこっちからこう束ねて石かなんか置いてもいいし、うん、2つ束にして段をつけてもしっていう感じでね。でそのサイズもいろいろなんで、この石なんかもいいし、このちっちゃいやつは3本とかね、そのくらいでやる。合わせるのにこのくらいのサイズで、たくさん植え替えするってことですね、うん、そうですね。全部は使えないかもしれないけど、うん、できれば、うん、大小を作りたいと思います。なるほど、はい、一層さんが多いのかな。この辺は一層ですけど、これは精神さん、精神さん、これとこれがそうです、精神さんです。そうです、止水鉢も、はい、候補に入れましょうか。止水さんの鉢ね、うん、ね。抜いてね、もう未生なんでね。あ、これ可愛いですね、ほら1本だけ曲がってます、うん、こういうのは1本上で、あとバラバラってすごいいい曲入ってる、これね。自然になったんですね、これ。ね、寝伏せしてなかったのにね。寝伏せしとけばよかったなって、ちょっと後悔してます、うん、これを見てね。浜棒っていうのは盆栽だとどんなのなんだろうな。盆栽にしてる人はあんまりないんです。下草ですよ、これ。草？うん、木ではあるんですが、どっちかっていうと草の方の分野になるから、それ、紅葉が真っ赤になるんで、ハゼなんかと同じに考えると、うん、それ一本で盆栽っていう木はあんまりないですね、うん、ちっちゃいの、ほら、かわいいの出ました。はい、たまにこう、あー、ただ下がまっすぐだったね。あここがまっすぐで、さっきの方がいい、さっきの良かったですね、これいいですよ、これこれいいですね、これ豆ですね。でこうやってまとめて洗います。おい、ほどいた状態です、はい、これは曲がってるやつです。さてと、順番でいくと、これね、大きい方だとやっぱりこれでやるかな。これラファイア使います、はい、ね、大きい方からいきますね、はい、ここにちっちゃいのをちょっと添えていく。奇数の方がいいわけですから5本、5本ですね、5本で、縛ってから向き変えられるからどつことないんですけど、高さを変えてって感じですかね。そうそうそう、で、ざっと束ねといてね、うん、これがこうなるわけですよね、はい、こっちからこうね。で、こっち側に石を埋め込んで置いてもいいし、もしなんだったらちっちゃいのだけでまた3本ぐらいでこっちに植えてもいいんですよ、うんうん、はい、とりあえずこれをラワイヤで縛っちゃいます、はい、アルミ線でやんないでくださいね。アルミ線ね、食い込んじゃって取れなくなりますからね、うん、ラワイヤもう半年でね切れちゃいますからね、あの土に戻っちゃうんでね、こんな感じですね、はい、ですよね、これで1個でしょ、うん、で、あとちっちゃいのをやる場合はやってみないとわからないので、ちっちゃいのも、こっちも奇数で、うん、3本でいいかなと思うんですよね。しつこいからね、5本と5本じゃね、うん、でこっち3本にしてちっちゃいの作って、これとこれを組み合わせるか、石を置くか、うん、どっちがいいかな、どっちがいいかな。アルミ線のこれ 1ミリかな、それ1ミリだよね、1ミリでいいんですよ。あ、落としちゃった、網あんまり大きく切ると後で植え替えの時に根っこが絡んで取れなくなるんで、大きくしちゃダメですよ。よくいるんですよね、穴ちっちゃいのにこんなでっかい網つけちゃう人、うん、そうすると全体に根っこが絡んじゃって網が取れなくなるんですよ、うん、だからなるだけ穴に対しても小さめ、
にしとかないとダメです。ちょっとガタン来てる、ちょっと粗い土、粗いの入れます。で、毛と土も使います。あ、そうですか。はい、使います。前に一回あれでやったね、カラマツ、こんなくらいの、なりましたね。白いのはマグマム系です。そうです。で、根っこですよ。今ね、秋なんでね、あんまり切りたくないんだけど、まあこの木はそんなに弱い木じゃないので、この直根のところ、はい、少し切っときますね。この太いところ、うん、このくらい、ちょっと流れを、うん、流れ作りますが、作りますが、先に止めるべきか、止めるべきか、毛糸を使うか。いや、毛糸使いましょう。この毛と土を使って、はい、ここを止めます。こう、うん、上からちょっと、うん、上からちょっと押さえる感じね。はい、で、ここの網のところにちょっといくかな。ここに置く、置く。穴がね、2個あるから、これは、はい、こっち側から通して U の字で大丈夫です、はい、引っ張って止めます。でもう一箇所、反対側から。この時バラバラになっちゃう、どうしてもね、はい、向きが。でもそれは後で治りますので気にしないで、出たら U の字で止めます、うんうん、今こんな感じになってますね、はい、で後でこれは直すんですが、まあざっとざっと、はい、こっち流すって感じで、問題はこれですね、うん、固定が大変そうですね。ちっちゃいから、これがこっちが前だから、こっちがこう、大きいのがこっち来るわけだから、こうか、広がりますが、まあまあこれね、今まっすぐ束ねちゃってんで、まっすぐなんですけど、後から少し広がります、うん、で、これ同じ位置はおかしいのね。こっちちょっと後ろにずらす、あの遠くにあるイメージ、うん、わかるかな。はいはい、わかります遠近法でちょっとずらさないとダメです。まっすぐ横に植えないように、こっちが前でこっちが後ろにあるんだよっていうのがわかるようにして、止めるときはラファイアに引っ掛ける。おー、こう縛ったラファイアに引っ掛けると割と楽です。なるほど。もう一箇所ね、こっちからも引っ掛ける。親指怪我してるんでね、うまく動かないんだ。突き指したの、うん、親指を、左の親指を突き指してるんで、うん、親指が痛いんだよね。親指突き指する状況ってあんまないですよね。でも転んだんですね、うん、親指で全体重を支えようとしたんです。なんですごい気負って、ね、危ないっつって、下に赤ん坊がいたんで、孫が部屋の中で。今おかしいと思うでしょ。まっすぐですよね、まっすぐ、うん、後で治りますから大丈夫です。それは苔を張るときに直すんですよね、はい、とりあえず土入れちゃいますね。分かりました。この鉢やっぱ曲がってんだよね、下で割れしてるんですよ、うん、これはね、仮植えみたいなもんだから直すのは後なんですよ。と山にしてね、うん、とりあえずね、はい、植えて水を入れてしまいます。大学も、大学も、はい、苔をゲット。これニラですか。何苔だろう、これ。全然ね、銀苔、銀苔じゃないですよ。なんだろう、これなんでしょうね。こういうヘラで取ると取りやすいです、うん、まあ一応植わってますが、形がめちゃくちゃです、うん、ですからこれを毛と土とこの苔で直しながら木の向きを整えます、はい、毛と土をね、ちっちゃく丸めとくんです。 これをね、木と木の間に突っ込んでくる。こっち前なんですいません、後ろになりますけれどもね、まず一番こっちに行くのは背の高いやつなんだよね。ここでこう、ここの間に1個入れて、そしてこれがこっちに向いちゃってるので、ここに1個入れます。よいしょ、ここで押さえて、これが後ろ、後ろのやつがこっち来る。もう1個、ここにもう1個入れる。
どうかな、だいぶ治ったでしょ。で今度こっち、こっちもこうだな、こことここの間に間離さないといけないんでね、縛っちゃうとどうしても元がくっついちゃうんでまっすぐこう束ねられちゃうんですよね、はい、それを直すために毛と土を入れて直します。こんな感じかな、こうさっきよりかっこよくなったでしょ。こんな感じですね。でさらにこれを固定するために苔を使います。これは薄いうちの庭に生えてる苔ですけどね、少し土がついてるんでちょっとだけ落とします。あんま落とすとねバラバラになっちゃうんですよね、この苔。ちょっとでいい。よし、じゃあこういう風にして上からやっていきます。全面張るんですか、そこだけ。いや、全面いきます。全面は張りますけど、ここだけ先にねやっとくんですよ。でその時にこういじってるうちにまた形が変わるので直しながら。差し色の別の苔が入りました完成、うん、ですね。今もう紅葉入っちゃってるんでね、もうちょっと早い時期にやった方がね安全ですけど、もう根はあんまり切ってないので枯れるようなこともないですよ。あとは来年どういう風に持っていくか、うん、針金をかけて流すとかそういうのはもっと根が張ってからなので、一応今年は来ない。はい、真っ赤になればそれはそれなりに、うん、ここからだから先変わってくってことですね。これから真っ赤になります、ね、紅葉を見るものなのでね、はいはい、一つ目完成です。はい、これ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 ね、さっきのね、さっきの曲がってるやつね、曲がってるやつね、これね、これやっぱり1本でしょうね。2本ま植えたらかわいそうだよね。ちっちゃいの来ました。はい、ちっちゃいです。爪入りませんここに入れとけばね大きくならないからこれ管理むずいな、うん、大丈夫大丈夫ちょっとあまりにも根っこが長いんで切りますけど、はい、このくらいまでね。これに入るかなと、これだよね今日今の感じだとこれなんだけど、うん、来年太るから、あ、太るからどうかなとは思いますけどね。これシスイさんこんなちっちゃいの使ってんだ、うん、青の方が映えるかな。これね、ちょっと一回り大きいんだよ、一回り大きい方が安全ですよね。これだとほら入っちゃうからねそしてもう一つの方がこれだ、これがじゃあ真ん中の、真ん中のでしょうかね、これになるでしょうかね。そうですね、こんな感じですね、はい、これすぐ終わりますね、はい、もうこれね網引きません。網より土の方が大きいから。穴は開いてますよ、ちっちゃい極豆でも土はいるんだよちゃんとね、はい、それでチュッチュッチュッってやって、一応マグを入れといて、はい、でもちっちゃい方からやりましょう。先に引っ掛けとかないと無理なんじゃないかなと思って、うん、こうでしょ、よいしょ、でこれをここら辺で巻きつけるしかないな。植え付けるのだけは混んだんですよ、これね、うん、よいしょ、一応針金で留めて一番細かい砂をチャラ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 って入れて一応つつきます、うん、で抜けちゃうからね、そーっと水に入れます ちょっと手で押して安定をさせますね。一応これで植わってんですよ。植わってんですけど向きがちょっとおかしい、うん、向きがね、これを使うしかないですよ。こうなったら抜けないようにね、最初はねやっぱりね本当は張りたくはないんですけど張ります張ると安定しますからね。ミリですね。でも可愛いでしょ。可愛いでしょ。どう？いいじゃないですか。鉢があるんだから植えなくちゃね、しょうがないですよね。こうですね。ビヨーってこんな感じ。はい、うん、生きていけるかね。じゃあもう一個。もう一個これ難しい。一回土出します。止めるのがね、意外とね。ここのところがまっすぐだからね、根っこを引っ掛けられないからぐるっと回すしかないんですよ。だからあんまりギュッてやると今度太った時にね、うん、食い込むからあんまりやりたくはないんですが、出っ張ってる根っこを中に入れて
私はライの少し入れて、ちょっと細かい、これは豆盆栽用の土ですね。これでもちゃんとふるってあるからね、みじんこはないですよ。これちゃんとふるって、キルズナもちゃんと入ってますから。はい、でこれをこうやってビューってやったらはい、手でちょっと押さえて苔で止めます苔も薄くしてね。うん、いいんじゃないですか。かわいい、かわいいしょ。2本同じ色でこうなってきました。これはちっちゃいな、サイズをさっきのこれですからね。そうですね、でもちっちゃいのはちっちゃいのでね、いいとこちっちゃいやつ。あ、さっきそういえばこれのちょっと古いやつ、古いやつもある。古いです。何年ぐらいですか。種からね、僕7年経ってるかもしれない。大きくしてないから意外と年数が経ってんだけど分かんないんですよね。最初からちっちゃい鉢でやってるんで、太るのがすごく制限されちゃってるんで、例えば大きい鉢でやればこの太さになるのに2年でこの太さになっちゃうから、その辺はやっぱり違いますよね、はい、要するに小さいので持ち込むとどうなるかっていうのが、これなんかもすごいちっちゃいでしょこれもねこれで刺し目してね、7年ぐらい経ってんだよ。7年うん、見えないんだよね、そういう風に。要するに細いとこ刺してって太らせないようにしながら持ち込んでくんだよ。だから豆盆栽は意外と古いんだよねその途中で枯れちゃうのがねあるからね。植え替えはしてるんですか。植え替えしますよ。このぐらい3年に1回ぐらいですよ。3年に1回でいいんだ。毎年やっちゃうと大きくなっちゃう。あの、我慢させないと木に。でもやりすぎると枯れちゃうじゃないですか。うん、買い植えたりしなすぎる。水をかけて染み込まなかったらアウトなんで、その時はしなくちゃいけないけど、意外とこれが主木だとしたら、これが添えこういう風に置いてね、これが添えちょっとこう高いところに置いてね、こういう風にないけど、こんなちっちゃいのでもできるってことですね、こうやって、うん、飾りが、ま、豆の飾りではこれは添えです。真っ赤になったら可愛いです。すごい世界奥深いですよ。奥も深い、深いんです。大変ですよなるほど、はい。じゃあちょっとあとまだ残りあるので、はい、こちらも普通に植えていく感じなんで、ね、結果だけをじゃあ見ていきましょう。はい、はい、仕事だ。はい、あ使える音だ。ということで、ポットわけのわかんない種から出たバラバラのやつを寄せまして、こういう状態になりました。はい、はい、かわいいのがいっぱいできました。これから真っ赤に紅葉します。元気なくなっちゃうですね、はい、葉っぱが落ちるとなんか棒だけになるんですけど、はい、まあそれはそれで味わいということで、もう11月の頭は真っ赤なんじゃないですか、うん、だから最初のあの未消でどうしようっていう状態からこんな感じでいろいろできるとですね、予算にしたりとか、はい、種まき失敗してもなんとかなります。なんとかなりますということで、皆さんもお試しください。はい、はい、他の木でもできます。他の木、はい、じゃあ集荷のお知らせぐらいしときますか。はい、集荷店は上野グリーンクラブで11月の3日から3、4、5ですね、金土日で行われます。展示も1階から3階までありますし、外はあの駐車場潰して全部売店になりますし、はい、盆栽斧もありとあらゆるものを持っていきますので、皆さんご来場ください。はい、動画で見たあんな木も売ってると。そうですね、まあ他にもいろいろいろんなもの持ってきます。はい、というわけで以上です。はい、はい、ありがとうございました。